わかるかね、シューズが入ってきて、ブランドはトーガです。トーガ久しぶり。こんにちは、ミッドウェストの広原と長です。よろしくお願いします。はい、長さん今日も、はい、ここに悩みましょう。チラッと見えてるんですけど、並べたんですよ、僕、長さんの2人、はい、僕がね、違うかな、長さんですね、僕ちょっとしか手立ってないです。で、ここに、並べて、もう分かる通りシューズです。シューズが、入ってきて、ブランドはトーガです。トーガ久しぶりでしたね。そうですね。かなりもっと久しぶりの品番もありますので、それを、まあ、順を追って、もう早速紹介していこうかなと思いますので、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、はい、ここから持っていきます、ね、お願いします。まあ、これにしようかな。それから、ね、右からっす、はい、はい、こういうホワイトの箱に今日はビリリスって書いております。はい、はい、おじゃん、これウエスタンブーツでいいですか、名前は。ウエスタンっすね。そうですね、待ってた方多いんじゃないですか。これ待ってる人多いと思いますよ、ね、はい、これはかっこいいっす、ね、てきました。ちょっと納期遅れて、ね、そうですね、ギリギリね、ちょうど今から AW のシーズンで先取りができるんじゃないですか、足元から。まあ、すでにもうトーガの洋服買われた方とか、まあ、秋冬がっつり買い物されてる方も見えると思うので、まあ、それで肉付けでちょっと足元も、うん、トーガのシューズとかどうなんですかね。これはもう言わずもがな、ね、かっこいいっすよ、うん、また、ね、あと音もかっこいいですよ、歩くと。あー、なるほどっすね。シャンシャンってなりますね。まあ、それも結構かっこいいところかな。こういうそうですね。で、これはそうですね、うん、まあ、ね、はい、裏側もありましたよね。裏側もありましたね、はい、オールブラックで。うちのお店は、はい、去年やらせてもらった時も表側で、はい、やらせていただいて、光沢感がやっぱ、うん、ね、高級感を注がれるから、まあ、今だとめっちゃおすすめです、これ、うん、だからボトムのバランスがフレアにやっぱこれじゃないですかね。まああと前回僕たち紹介させていただいたディッキーズ、動画ディッキーズ買われた方とかも靴悩んでるみたいな人もぜひこれは待ってました、激推し、こんなんかっこいいっすわ、うん、が一発目、このトーガのウエスタンブーツでなりました。じゃあ続いて、その1、はい、その2、その2いきましょう、はい、もうどんどんいきますよ、はい、ここに並べておきますね。これいきましょうかね。じゃんじゃんじゃん、何が出るかな次は。わー、それもまたまず定番からいくんだ。まあ、いきますいきます、はい、これだ。じゃあ、ローファーが、ローファーがやっと、これも何回言われたか、僕、うん、ね、ローファーまだ使って、これも本当すいません、遅くなっちゃいました。はい、やっとです。もうこれもう早いもん勝ちっす。これもかっこいいよね。ね、まあ、設定的にもいろいろカラーリングも豊富の中、まあ、やっぱオールブラック、うん、かっこいいです。メタルの装飾がちょっと比べるとね、ツヤ感が、はい、若干実物ですけど、え、違うんですか。はい、実は違います。なんでもう少しちょっとガラスレザーっぽいような光沢が、うん、そうですね、あのローファーの方がフォーマル寄りになるんですね。かっこいいね、これもね。これはもう大変お待たせしました。入荷連絡してくださいの声もすごい多いぐらいの、ちょちょ、はい、かっこいいな。だからトーガじゃなくて単純にローファー探してる人すごい多いんですよ最近。あ、そうなの。かっこいいローファーないですかみたいな、ってなった時に僕たち満場一致でないって言っちゃうんですよ、トーガ以外だと。てか、ないないですもん。ないかっこいいローファーなんかなくて、ないで、これがあるときは皆さんにもうこれしかないです、絶対これですってお勧めするので、これはぜひ。サイズいつもね早くなくなっちゃうんでね、はい、でローファーに関してはサイズ結構敏感になられる方もいらっしゃるので、ぜひ揃ってる、はい、サイズ揃ってる間に履いていただいて決めていただくのがベストかなと思います。はい、はい、じゃあ第2弾はこれでした。その3、その3はこれじゃないですかね。はい、その3は何だったっけ。3は、うわっ、ちょっと僕的には今回一番目玉かもしれないです、僕はね。確かにね、はい、これですよ。
復刻や。復刻ですか、はい、メタルスニーカーサンダル。メタルスニーカーサンダル。まあ、あのミッドウェストでもレディースではやっぱ、大人気。はい、大人気で。メタルスニーカーサンダルですね。でもメンズまだないんですか、ないんですかって言われてたのが、ついに、これ、復活しました。かなり久しぶりじゃないですかね。これ、そうですね、僕購入したのが6年ぐらい前ですよね。もうボロボロなんですけど。持ってますもんね。でも、たまに履きます。これね、走れるんですよ。スニーカーのソールなんで。あ、はい。スニーカーソールなんで、ソックス履いて。だからメタルスニーカーさんとか。そうなんですよ。そういうことなんですね。素足でもね、もちろん大丈夫なんですけども、これね、結構重いね。って感じなんですけど、履きやすいです。実は、うん、これはすごい履きやすいです。カウンターのかかともついてるんで、このメタル。運転も全然できますし、ね。パーツ使いです。すごっ。見た目以上に。本当だ。はい。これは、やっぱ、履きやすいんで、ね。履きやすいですか、うん、ザ・トーガのサンダルといったら、やっぱこちらじゃないでしょうかね。これですね。なんか、トーガお好きな方はもうマストで、これは、ぜひゲットしていただければなと思います。あ、ここベルクロなんだ。はい。まあ、これが目玉ですかね。はい。メタルスニーカー。定番でしたね、今。そう、今の3つは定番でしたね。はいはいはい、次。次何ですか。ここだ。箱が1つ、はいはい。これから大きくなります。はい。じゃじゃん。じゃあ開封します。おお。おじゃ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 これは、じゃじゃん。何でしょう。新型ですか。新型のブーツっすね。サイドバーブーツですかね。軽い。軽い。あ、いや、かっこいい。かっこいい。かっこいいの前に軽い。これは結構厚い。軽い。見た目以上に本当にこれは。軽い。これはすごいっすね。ねまあやっぱこのバランス探されてる方多いと思うんですけど。タイヤブーツ。はい、あ、言っちゃいましたでも、トーガなんで、ね、ここのバッグに、まあ、ポンチョっていうんですかね、まあ、ちょっとパーツがついてるっすよね。結構ルックでも目立ってましたね。そうですね。シャツソールで厚底なんで、割とこれもね、スタイルアップももちろんですし、サイドゴアなんで、すごいやっぱ履きやすいですよね。履きやすいと思いますよ、これは。で、ある程度のボリュームがあるんで、結構、はい。まあ、夏僕もですけどショーツにブーツとか、ね、はい、クロップドとかに合わせていただいたりしてもいいんじゃないでしょうか、うん、これだからもうすでに定番系一足でも持ってるっていう方はぜひここネクストで、ネクストでチャレンジしていただければなと思います。最後ラストです。まだ1個あります。ラストね。ラストはラストはあ、そうですよ、これカラーと素材違いが入ってきましたよ。これレアっすよ。マニアック。スウェードっすね。スウェードの、まあ、ブラウン、キャメルスっていう。まあ、ブラウンシャーク、やばいっすね。これも軽いっすね。これも軽い。ちょっともう一回見て。ほんとだ、軽い。まあ、ミリタリー、そんなしないと思います。うん。はい、割と、スタイリッシュな、はい、形なんで、そんなに、まあ、ごつさもそうですね、まあ、レースアップでもないですし、うん、シャフトは結構すっきりするんで、この色もいいんじゃないですか、ね、ちょっと秋を感じさせる、はい、そうね、トレンドカラーでもあるんで、やっぱブランド、まあ、あとスウェード大好きって人も出てると思うんで、また履き込んでくるんでね、表側のブラックとは変わる、全然変化が。楽しめると思いますね。またブラックにやっぱこのメタルのパーツも唐辛子でかっこいいですけど、またこのブラウンにシルバーのこのコントラストいいですよね。どっちにするかっすよ。なんかブラックのブーツね、スタンダードをお持ちの方はぜひちょっと挑戦して、ね、そうですね、もらった方が、まあ、他社さんでもブーツ持ってるって人はブラックでこっち行っていただいてもいいんじゃないでしょうか。あまりでも唐辛子リリースシューズ取り扱いのお店少ないんじゃないですか。特にメンズは少ないですよ、ね、メンズ本当に本当にないと思います、ね、多分はい、名古屋近辺だったら本当ないんで、これも本当に早めに見に来ていただきたいなっていうのが正直な感想なので、はい、今回は新作で5つ5品番ですね、はい、5品番ですね、まあ一回並びましょうか。
が圧巻の発売するということで、はい、まあ、どれにするかは、うん、はい、来ていただいて、まあ、もちろん試着で履き比べていただいて決めていただければいいんじゃないでしょうか ね、 ね、はい、当は結構本当ご好評で、ウェアの方もだいぶ、はい、均等の方ね全然ないですね。またちょっとこのタイミングで、はい、小物、まあ、ベルトですとか、はい、まあ、ジュエリー系ですとか、まあ、こういった革小物、今回は結構目玉で秋冬なんでシューズがバリエーション豊富に揃います。でも僕的にはやっぱ即戦力ですから、これかな、これね、これぜひ、まあ、夏なんで、うん、まあ、すぐ使えてサンダル欲しい人、まあ、各々多分探されてる形あると思うんですけど、まあ、このラインナップをぜひ見に来ていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はこれで終わりましょうか。はい、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。